はい、皆様こんにちは。お疲れ様です。タラニーのバイク主チャンネルの時間です。今回取り上げるニュースになりますけども、こちらの方ですね、ホンダが誇るビッグネイキッド CB1300 シリーズになりますね。かつてはね、日本のメーカー各それぞれね、排気量を 1000cc 超えのビッグネイキッド、いわゆるジャパニーズネイキッドというような形でね、ヤマハでは XJR の1300、あと川崎では ZRX1200 ダイグ、そして鈴木ではね GSX1400、あとはホンダのこちら CB1300 をね、各メーカー販売してたんですけども、もうそれぞれのねメーカー生産が終了してしまっていて、今はこのホンダの CB1300 が残るだけとなっております。それで今回ですね、2024年モデルとして一部カラーを変更して発売になったという形なんですけども、ホンダドリームさんとかのね方とか、この前の東京モーターサイクルショー、こちらの方でもねちょっと話とか伺ってたんですけども、どうやらですね、こちらの2024年モデル、この CB1300、 こちらのシリーズですね、これをもってねファイナルモデルになりそうな CB の1300シリーズ自体、まあほとんどね日本1000倍モデルに近くなってるというような形なんですけども、そうなってくるとね2026年から始まってくる新しいユーロ5プラスの規制、こちらはねほぼ対応する可能性がすごく低いというような形だったんですけども、どうやらこちらの2024年モデルの CB1300 シリーズを大きく生産していて、まあこちらをね2025年も継続で販売をして、そのまま2025年をもって生産終了するという話がかなり濃厚になったということで、まあ、その代わりですね、また後継機モデルというかね、フルモデルチェンジではなくって新しいまた別のシリーズのね CB につながりそうなお話もありますので、今回こちらも合わせて取り扱っていきますので、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。それではこちらメーカーホンダのニュースリリースですね。ロードスポーツモデル CB1300 スーパーフォア SP、CB1300 スーパーボルドール SP のカラーリング設定を一部変更して発売。ホンダは水冷4ストローク DOHC 直列4気筒、1284cc エンジンを搭載した CB シリーズのフラッグシップモデル、CB1300 スーパーフォア SP、CB1300 スーパーボルドール SP のカラーリング設定を一部変更し、5月23日木曜日から全国のホンダドリームより販売を開始します。こちらのねパールサンビームホワイトのカラーリングを設定、こちらが CB1300 スーパーフォア SP ですね。そしてこちらがボルドールの方のカラーになります。今回ですね、スーパーフォア、ボルドールともに白を基調に赤とゴールド、ネイビーのグラフィックを施したタンク、テールカウルと鮮やかな赤いフレームを採用し、高級感を演出したパールサンビームホワイトを設定、継続色のパールホークスアイスブルーと合わせてそれぞれ全2色のカラーバリエーションとしています。ということですけども、こちらの2024年モデルのカラーリングですね、どこかで見たようなことがあるカラーリングだなと思った人はかなり CB1300 の情報を追ってる方じゃないでしょうか。というのもですね、去年発売されましたこちら CB1300 のスーパーフォアとスーパーボルドール SP ですね、こちらの30周年アニバーサリーバージョンですね、こちらのカラーリングと、まあ、ほぼ見分けがつかないくらいのカラーリングとなっております。具体的に言うとね、変わってるのが3つありまして、こちらのタンク、レッド、ゴールド、レッドになっていたカラーのところがレッドとゴールドとネイビーのカラーになっています。こちらのボルドールもカウルの下側がネイビーになっていますね。そしてエンジンの方ですけども、エンジンカバー真ん中がねこちらゴールドカラーになっていたところが、2024年モデルですと全てのジンが同色のカラーリングとなっております。また30周年アニバーサリーエディションの方ですと、フレームの方がねメタリックレッドの塗装だったのが、こちらの CB1300 2024年モデルの方では普通の赤のフレームになっているというような感じですね。ただ30周年アニバーサリーエディションとね、まあ、ほぼほぼ同じカラーリング、ちょっと変更しただけでね、また値段的にもね30周年エディションよりもちょっとお安い価格帯で今回据え置きで出ておりますので、まあ去年30周年アニバーサリーを買った方は一体何だったのかっていうような感じでね、多少ちょっと憤慨される方はいらっしゃるかもしれません。はい、そして販売計画台数、国内ですね、こちらシリーズなので普通の CB1300 やボルドール、あの SP とかね全て含めた合計台数ですけども、去年のシリーズ合計1000台から今回はシリーズ合計で1500台と500台生産台数が多く伸びています。ここら辺はねかなりこのファイナルのお話が出てきてるというのもありますけども、増産体制入りまして、まあ、この排ガス規制対応する前の時期にね作るだけ作っておいてしまえば、まあ、排ガス規制対応もね一応
残っている限りは販売はすることができるっていうのはね、過去川崎とかもですね、ダブルの400とか、バリオスとかね、そういったあのモデルとかでやってたこともあったんですけども、まあ、そこら辺をちょっと見越してかわからないんですけども、まあ、去年の1000台に対して今回は1500台とかなり大きい台数、販売計画台数として作っているというような形になります。でカラーリングに関してですけども、まずこちら普通の方の CB1300 スーパーフォア、こちらはデジタルシルバーメタリックが1色、こちらが1562000円。そしてボルドールの方ではこちらデジタルシルバーメタリックカラーですね、こちらが1672000円。そして CB1300 スーパーフォア SP ですね、こちらが1936000円と、もう一つパールホークスアイブルーですね、こちらのカラーも同じ価格となっております。こちらのね、パールサンビームホワイトの方が30周年モデル、去年のモデルが195万8千円だったので、まあ多少ちょっとカラーリングの変更があるにしても、去年の30周年ほとんど同じ見た目になるね、カラーリングの方がちょっと安く買えるっていうような感じの価格帯になってますね。そしてこちらボルドール SP の方ですけども、こちらもパールサンビームホワイト、そしてパールホークスアイブルー、こちらのカラーリング。こちらのね、パールホークスアイブルーとかの方は去年からとカラーリングは全く変更がありません。こちらのパールサンビームホワイトは去年の30周年アニバーサリーのボルドール SP、 こちらがね206万8000円でしたので、それよりもちょっと価格は安く204万6000円の価格となっております。はい、そしてまだねホンダ自体の公式ではファイナルモデルというような形のねアナウンスは出てないんですけども、年明け頃からもですね、ドリームカラー2024年モデルがファイナルになるけども受注しますかっていう連絡をもらってるところもあったりっていうような感じで、一応ファイナルエディションっていう形はね、すでに販売が終わっていたあの CB400 のスーパーフォア、スーパーボルドール、こちらと同じような形でファイナルエディションの設定は特にないっていうような形になるそうですね。でホンダドリームさんちょっと聞きに行ったところでも、まあほぼほぼね受注はいつ停止してもねっていうかおかしくないというような感じで言っていて、こちら去年くらいに CB1300 シリーズ受注停止しているというような動画を出したこともあったんですけども、まあ今回はですね2024年モデルは公式でこんな感じで発表はしておりますけども、今回2024年モデルをもっていつ生産終了してもおかしくないんじゃないかっていうお話も伺っています。そしてこちらの東京モーターサイクルショーあたりとかで聞いた話でいくと、2025年をもって生産がね終了決まりましたみたいな感じでちょっとこう教えていただいてもらって、まあこれもまだねホンダさん公式からのね正式発表はないので、まああくまで話の一部として聞いてもらえばっていうような形にはなるんですけども、まあ今ですねこういう出回っている情報あたりをねまとめると、まあユーロ5プラス規制が入る前、まあこちら2025年あたりをね持って、まあ、早めに生産終了して、その後にですね CB1300 ではなくてその後継モデルに切り替わって、その後継モデルがですね2026年から販売開始になるんじゃないかなっていうお話でした。でここからお話がちょっと変わりまして、じゃあその CB1300 ですね、まあ、国内最後で残っていたジャパニーズビッグネイキッド、こちらもね生産が終わったら次何に入れ替わるのかというと、白羽の矢がね立っているのがこちら昨年発表されました CB1000 ホーネット、こちらですね、まあ、ヨーロッパの方でねエイクマで発表されましたストリートファイタースタイルの直列4気筒 1000cc のエキットになりますけども、どうやらねこのオーネットを丸めネキットみたいな感じのねスタイルに変更、カウルなどをね変更して CB1000 スーパーフォアとかね、まあ、CB1000、こちらボルドールが出るかは分かんないですけども、まあ、こんな形でね後継モデルとして販売するらしいです。まあ、おそらくこちらのね CB1000 ホーネットを流用したネイキッドスタイルのタイプのモデルが2025年くらいに発表になって、2026年から発売開始になるんじゃないかなというお話が出ています。そういうね話現実味帯びてくるっていうのが、まあ、すでにね川崎さんが実行しておりますけども、こちら川崎の同じようなスタイルのストリートファイターネイキッドですね、こちら Z900、ご存知ね、こちらの方の側を大きく変えてジャパニーズネイキッドスタイルに仕上げた大ヒットモデル、こちら Z900RS ですね、こちらベースが先ほどの Z900 と同じになっておりますけども、まあ、これがやっぱり日本でね、まあ、売れに売れまくっている車両というような形で、まあ、こういう風に見ていくと、こういったストリートファイタースタイルをジャパニーズネイキッドっぽいね外装にすれば日本では売れるっていうこと自体をね川崎が長年証明しておりますので、ホンダの方でもねストリートファイタースタイルの CB1000 ホーネット、こちらヤングマシンさんがですね確か予測 CG としてね作ってるっていうような感じがあるんですけども、そちらの画像をちょっとこう引用させてもらって今映しますけど、こんな感じですね。まあもともと CB1300 もねあのプロジェクトビッグワンという形でね 1000cc のビッグネイキッドからスタートしているので、まあ、ちょっと背景
量をね落として、まあよりちょっとこう軽くスリムで、それでいてね往年の CB 戦スーパーフォア、こちらのスタイリングをね押したモデルで、まあ値段もちょっとねその分安く出してくれるっていうような形だったら、結構これ日本で売れるんじゃないかなっていうような感じを予測できるんじゃないかなと思います。そのようなね形でいろいろお話が出ているホンダ、こちら CB1300 シリーズ2020年モデル発表のお話と、新しくね、まあ、こちらの後継モデルになるであろう CB1000 ホーネット、こちらをねリメイクというか手を加えて出してくるジャパニーズネイキッドセルのね CB1000、2026年モデルで出てきそうなこちらのリニューモデルですね、こちらを今回の動画で取り上げさせてもらいました。まあ、CB1000 のね新しい情報っていうのはねまだまだ先になってくると思うんですけども、がぜん現実味はね帯びてくるのがこちらの2024年モデル、こちらのね1500台の生産をもって、まあ、ほぼほぼファイナルとなりそうなこちらの CB1300 シリーズ、特に SP とか、まあ、ここら辺もいつか買えばいいやとかと思っていると、もうあっという間に生産終了やもう台数がありません、取り寄せできませんっていうような形のね状況入ってくると思いますので、まあ欲しい方はぜひ来年とも言わずにね、今年の早いうちに手に入れておきましょう。またねここら辺ファイナルエディション出ないとは思っているんですけども、もしねそこら辺のモデル出る場合の情報、あとはその次の後継モデルの CB1000 の情報とかですね、また入ってきましたら動画取り上げていこうと思いますので、よろしければチャンネル登録やいいねコメント欄と書き込みお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。じゃあの。